梨農園さんの話があって、うん、それが安倍梨園っていう梨で、ね、なんで家業から事業へって言うとそこが家業から事業へって言ってて、はい、いいワードだなと思って、はい、ほうほうほう、その事業としてとか、うん、その会社としてみたいなところでいくと全然できてなくて、うん、はい、安倍梨園として事業としてできてないことを100個出してすごいとにかく解決しますっていうことをやってんだって、うんうんうん、で安倍梨園の知恵袋っていうので公開されてるの、うん、400万円のクラファンを支援した人って結構同業なんだって。あで安倍梨園は直販 99% っていうお店に来たりネット経由で買ってくれる人がもう 99% なんだっていうのも実現しているから、で事業継承が非常に今困難になっている中で取り組みとしてはすごく必要になってくると思う。ちょっとその隣の、はい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 、心の話もちょっと今後の話として聞いておきたいなと思って。そうだね、小杉湯の隣に あの新しい施設を建てようと思っていて、はい、やっぱり銭湯っていうものが持つ力とか、うん、小杉湯がやっぱ作り上げてきたものっていうのは、うん、みんなが心地よい空間を一緒に共有しているっていう場、いろんな人も含めて、うん、応用力があるというか、うん、それはすごく銭湯の魅力で、うん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 、それはすげえなみたいに思っていて、はい、これ今考えていることでそれを再現したいねっていうのが、はい、あれですよ、2019年の10月10日にオープン予定ってことですよね。そう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 、うん、その場所には目的なく行っていいんですか？目的なく行っていい。でそういうのをどう作れるかっていうのはすごくあって、で結局それがなんでそういう風な話になったかっていうと、うん、銭湯暮らしっていうプロジェクトがあって、あれ自体はいつだ、もう2年ぐらい前になりますかね。もともと風呂なしアパートが小杉の隣にあって、うん、12部屋あって、うん、でそこを、まあ、俺自身の家を建てるっていう計画をずっと前からしていて、うんうん、20代のところ住宅の仕事してたので、うんうんうん、20代の時に働いてたメーカーの家をずっと建てたいっていうのがあったから、うんうんうん、それを建てるっていうのを娘が小学校に上がるタイミングでやろうっていうのがあって、うんうん、それやったのね。はい、で、じゃあそれを建てるにあたって、うん、ちょうど俺が働き始めた2016年の10月ぐらいがまさに動き出すタイミングで、たまたまいろいろ重なって、はい、住んでた人たちが退去をしてくれて、はい、ってなったのが重なって1年間、うん、空き家になったの、うんうんうん、予定よりも早かったの、うんうんですね、みたいですね。ちょっとその銭湯暮らしの話もすごい聞きたいんですけど、うん、そこはまたじゃあ今度の加藤さんにも聞きたいなってところもあるんで、うん、僕が気になったのはその隣にできるのが銭湯みたいな感じの場所っていうことだったと思うんですけど、うん、思ったイメージとしては脱衣所のあの出てた後のロビーの空間、 あ、ね、あの感じを延長する感じ、そう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 、あ隣のそうで、うん、がいいなと思ったのと、あとさっきのポルテコとか例えばお店は20代とかなんですけど、そこの年齢をあまり制限できないような場所にされるってことですよね。まあそうしたいよね。だからおじいちゃんとかも、まあ、風呂上がった後にちょっと寄れるような場所みたいな、おじいちゃん来たら嬉しいですね、そのイメージですかね。あそうそう、だからまあ小杉湯の人たちが、うん、その延長線上で来てほしいしっていうことですよね。あお風呂に入る前に来てほしいし、なるほど、あとはそっちの方が、まあ、逆にこうお風呂入りに目的だけだから、もうちょっとつながる場があればつながるような人たちもそうですね。あれ小杉田つなげるんでしたっけ？つなげはられない。つなげはしない、別の建物にはなるけど、うん、ってことですよね。で、さすがにはならないけど、まあ、5メートルぐらいですよね。まあまあ本当隣だよね、うん、じゃ今はそういう食事とかもできるような感じを考えられてで、そこをいろいろ考えていて、その悩み中なの、いろいろ考えてるの。その銭湯暮らしのメンバーが、うん、今企画とかいろいろ一緒にやってくれてるので、うん、まあ銭湯最高プロジェクトオンラインサロンのメンバーも含めて、はい、まあ、みんなでその結局みんなの中で銭湯のある暮らしがすごく居心地が良かったので、うん、その空間を作りたいねっていうのがあって、はい、いっぱい出していって、その別に高円寺は素晴らしい飲食店とかもいっぱいあるので、うんうんうん、そういう飲食店をやる必要性はないと思うんで、あなるほど、そうですね、はいはいはい、っていうのではないですよね、うん、あなるほど、なので、その
まあ、1階にそんなに大きくないんだけど、まあ、全体的な大きさは、うんまあ、1階はキッチンも置いて、はい、でお酒も飲めるようにしたりとか、うんまあ、そういうのはした上で、はいまあ、それこそだからさ、うん、サンダルに集まってくるみたいな感じで、うんうん、例えばそれってなんかだって日替わりでそうなんですよやってんでしょ、日替わりで、まあ、スタッフが変わるんですよね。あだそういうのとかはいいなと思っていて、うん、流動的にしたいってことですよね。そうな日替わり店長さんみたいな感じにしちゃって、うん、日替わりママとか、うんまあ、いろんな人たちが関わってくれるようにしたりとか、あとはやっぱり朝とか昼とか夜とか、うんうんフラッと来た時に一緒にご飯が食べれる人たち、うん、っていうのが作れたらいいねみたいなので朝食昼食ランチ、うん、夕食みたいのをその時間に行ったら一緒にいただきますって言って食べるような空間を作りたいねとか、なるほど、その地域の人たちが先生になったり、うん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 、生徒になったりみたいな面白いねって言って、例えば小杉湯で行くとその常連のなんかね差し入れとか結構もらうの、あ常連の人たちに、そのまたうまいのね、あちょっと作って余ったからみたいなものですか、だそういうのの料理教室とか、あいい夢たくさんそこにさぜひともあれだね、ヤギの湯も入れていただければ、いやもうぜひぜひ流していただければじゃないけどその時なるほど、いやでもなんかね一緒にそういう意味で、うんうん、なんかその建物を通して、まあ、1階がそういう人が集まる場所にして、うんうんまあ、2階はもうちょっとサロンっぽく仕事ができたり、うんはい、ちょっと本とか雑誌とか読んだりとかもできるようなゆっくりできたり、で3階は、ちょっとまだこれ全然決まってない、一応6畳か7畳ぐらいの和室を作るので、うん、そこを生かしたスペースをやりたいねみたいな感じで、まあ、コインランドリーもリノベーションして、なるほどこれ今年の話だよ、いややばいな、なんか楽しみだね、うん、聞いてと思ったらやっぱ昔の 町屋とかの頃の人たちの、うんうん、なんていうんですか、コミュニケーションの関係が今現代は薄れてきてるみたいな話があると思うんですけど、うんうんうん、そういうのをなんかもう一回やろうとしてるようなところ、うんうん、まあそういうのをやろうとしてるっていうのもあるんだけど、はい、それならもうあるんだよね、小杉には、そう銭湯にはもうあるから、 そこをもうちょっと広げるみたいな、新たに作りましょうということではなくて、すでにあるのでそれを広げましょう、ちょっと広げましょうよみたいな、なんかそのあるものをより楽しめるようにちょっと広げましょうよみたいな感じのイメージ、確かに、うん、例えばおじちゃんおばあちゃんとかもそこにお風呂入りに行くだけではなくて、その後ご飯とかもその辺食べてみたいになるとより面白いかもしれない、まあ、本当は日本だけにとどまらずもあるかもね、本当は喋りたいけどなかなかお風呂入ってるから喋れない人もいるかもしれないですよね、僕もたまにありますけど、本当はないけどお酒入ったらまた違うかもしれないし、いるか喋りたい人だからね、その間も水風呂入りながらめっちゃ喋りたいけどどうかなみたいな、多分今日もめっちゃ我慢してるそう、あなたの心の中の銭湯使っていますか、ヤギの湯。ヤギの湯としてね、なんかやりたいことみたいなのをちょっと聞いてもらおうかなと、なんかそのそう、それすごい聞きたくて、はい、あそのえちょっと待って、ヤギの湯としてのあれだよね、いやなんかね、アドバイス、逆まずはアドバイスとかじゃなくて、うん、いやなんかすごくね、うん、その個人的な思いとして、はい、俺が生まれたのって1980年なので、はい、銭湯ってもうその時点で世の中的に言うと社用産業だったの、はい、出た、うん、読みましたよ記事、社用産業、うん、はい、おしずはそのことは知らなかったでも記事は読んで勉強になりました、いただいた記事を読んで勉強していやでもさ、それってだから結局、いやそういう言葉ってすごく難しくて、うん、なんかこう社用産業って言っちゃうと、うん、社用産業って思っちゃうのよ、あ、うん、でなんでかっていうと、ね、俺は子供の頃から銭湯は社用産業だよって言われて育っちゃったので、うん、もう数も減ってるし、もう先がないよっていう、社用産業ネイティブなのね、うんうん、ちょっと待って、そうやって生まれて育ってきたっていうこと、だから学校の友達に家が銭湯やってるよっていうと必ず言われたのは大変だねって言われたし、うん、読みました、なんかもう哀れな目で見られるよねうん、だってでも自分的にはどうなんですか、その哀れな目で見られてる感触はあるわけじゃない、すげえあった、すげえあった、ね、であと必ず言われるのが、うん、でも
壊してマンションにしたら一生遊んで暮らせるねみたいな、うん、すげえ言われたよ、意地悪な大人がいるんですね。いや大人、うん、友達とかにも言われたし、でもなんか、でもそういうものとして世の中が捉えたことだったと思うのね、うんうんうん、だけど片や、うん、両親は楽しそうに働いてるし、うんうん、地域の人たちは小杉を愛してくれてるしっていうののなんかこう、まあ、ギャップみたいのがあって、はいはい、そこはなんかちょっと悔しいなみたいのはあった、はい、なるほど、うん、だけどこうやってみて改めて思うのは、うん、俺の中に刷り込まれてたんだなって、あそのいろんな人にやっぱり大変だねって言われて、社会からも大変だねって言われて、大学のゼミとかでも将来銭湯やりたいですって思ってるみたいなことをキャリアの話とするとめっちゃ批判されてみたいなことをそうなんですね言われていたので、やっぱり吸い込まれちゃっていて、だからなんかこうその孤独な戦いをすると思ってたのね。なるほど、自分が継ぐ時にはだそれはすげえなんかこう一人で大変だろうなとすげえ一番悩んだところでやっぱり、はい、って思っていたので、継ぐ前の時ってことですよね。そう、うん、蓋を開けてみたら、あその戦闘暮らしみたいな仲間もできるし、うん、全然孤独な、こうやって、うん、ね、常連さん同士で集まった人たちが銭湯が好きっていう理由で、はい、銭湯を応援したいって言ってくれてるわけじゃない、はい、それはこれまで銭湯を応援してくださってる方たちも含めて、うん、その孤独な戦いをすると思っていた俺が、うん、こんなになんか助けてこんなに思ってもらえるんだみたいなのは、うんうん、なんかそもそもめちゃくちゃありがたいのね。あその前提がそうです、うん、なるほど、まあ、現状めっちゃありがたがってるのはうちらだと思うけどね、うん、そうこっちとしては全然そんなねなんかすげえタイミング感謝してるっていう感じなんですけど、うん、めっちゃタイミングいいなと思って、あえこれですか、あそのこれっていうか俺自身がそうなってから、まあ、いろんなこといろんな葛藤を経て36で働き始めたタイミングもすげえいいタイミングだなって、うんうん、あでも確かにでも時代みたいなのもあるのかもしれないですね。今その戦そういうやっぱりネットとかで疲れてる人がやっぱ増えてるみたいな、うん、多分そういう現代社会の問題というか、それこそ円谷さんもだからそういうのでっていう戦闘に救われたとか、円谷ちゃんみたいな子は俺が5年継ぐのが早かったら、うん、あの子と一緒には働けないし、あそうですよね、うん、戦闘暮らしみたいなメンバーも集まってないと思う、うん、それは時代のタイミングだったと思う、うん、あ時代という意味ですか、ね、確かにあるってことですよね、うん、要はその、うん、SNS とかネットの、うん、によってのなんかこうオンラインに行き過ぎたり、うん、個人に行き過ぎたりみたいなの反動があるわけじゃない、うん、そうですね、だからネットバブルみたいなのが一時期起こったやつが今こう若干の疲れ、ネット疲れみたいになってきてるののタイミングがあったんだと思いますね。確かに、でそこにこのヤギの湯も属してるっていうことですよね。そうだから僕たちがやろうと思ってるのはやっぱ円屋さんとかいたから先にやってる人たちがいるっていうのは確かに、でもそうやってつながってってるのあるよね。あります。私も銭湯好きになってきっかけはまさに円屋さんの交互浴使いを見てくらいなんで、でもそうやってそうだよね、つながってってそのつながりはあると思う。私も全てね人となりだと思ってるよ。なんかやっぱ運もあるけど、みんなねこう話してると人がいいんですよ、うん、人がいいところにいい人が集まる。そうですね、うん、確かにそれもある、うん、そうやってね、集まる場所があればそういう集まるっていうのはあるね、うん、確かにそこはある、うん、たまに変なのもいるけどさ、うちみたいなさ、同じような思い持ってる人が全国にもいろいろいるから、いろいろつながってって、うん、どんどん活動しようっていう人もいますもんね、うん、今後でもちなみにヤギの湯としてはできれば何らかのイベントを銭湯でやりたいと思って、ね、いいじゃんそれは。そうヤギの湯としてはというかヤギイベントそうやっぱスタート始めがそうだから、そうやって立ち上げたからヶ谷の湯、うん、そういやでもね、阿佐ヶ谷高円寺っていう、まあ、地元なわけで、そうですね、ね、そうやって地元のつながりでさ、はい、まあ、小杉湯に入りにもみんな来てくれていて、はい、でも小杉湯で生まれてる曲ってそんなのばっかだよ、うんうんうん、外からのお客さんでこういうのやりたいですっていう、お客さんがこういうことやりたいですっていうのをいいよみたいな感じで一応プランとしてはヤギの湯レディオ公開収録っていうのをやりたいなって、リオとずっと副代表やりましょう
ありがとうございます。インコすぎる。インコすぎる。今日の話の続きをじゃあ。やった。公開収録で人集まるかな。ラグもね、ぜひね、ガヤはいっぱいいるのか。あ、そっか、公開収録だから人を呼ぶってことなの。そうなんですよ、公開収録だって。あ、そっか。そう。やばいやばい。集まるから。え、でもこれでも公開収録みたいな。確かに今日。でもまさに外部にも呼ぶしっていうのとか。そう、あとはまあ僕日本語ラップ好きなんで。そう。銭湯で MC バトルっていうのをいつかやりたいなっていう思いもまああるんですけど、それはまあ、そのさ、そのなんかそういうイベントをやりたいって思うのは、はい、なんで思うの？いや、それ私も思うんですよね。なんで思うんだろうって。いや、そこはすごいなんか興味深い。相棒かつ思うんですよね。銭湯への、でも恩返しって言ったら、円谷さんも言ってるけど、やっぱお世話になったっていうのがあるから、でもあそこって絶対異空間じゃん。銭湯がそう、あそこ使ってなんかやるって絶対面白いなっていうのもあって、恩返しの気持ちなんだね。でそういう別のジャンルのイベントやると普段銭湯を知らない人も来るんじゃないですか、うんうんうん、そこでまた銭湯好きになってくれるみたいなのもあるから、銭湯かける何かってことだね。そうだからそう始めたいなって思ってる。ああ、でもそれはすごいいいよね。例えば音楽だったり、はい、演劇だったり、はい、そのダンスだったり、はい、そのやっぱ思いを持ってで活動してる人たちはすごくいっぱいいて、でもやっぱりこうじゃあミュージシャンだったら、うん、ライブスタジオが減ってきたりとか、そうですね、こういう今日収録スタジオでやってるけど、うん、こういう場所がなくなってきたりとか、演劇の人たちも劇場がなくなってきたりとか、うん、まあ、そもそも劇場に来る人が減っているみたいな中で、うん、それでもなんかこう思いを持ってやってる人たちって、うん、まあ、結局待ってるだけじゃもう難しいから、うんうんうん、外に出て普段音楽生で聴かない、要は YouTube とかいろんなものを通してそのデジタルでは聴いたりっていうのはできるけど、生ってないわけじゃない。より今ねライブ感が大事ですよね。ってなった時にその普段ライブハウスでやるだけじゃなくてカフェに行ったり銭湯に行ったりいろんなところに出てってあの生を届けたいみたいに思ってくれる人が多くて、そうするとそのそれをじゃあ小杉湯銭湯でやった時に、うん、そのじゃあ音楽ライブとか演劇を目的に来る人っていうのは、うん、その銭湯の中に入ったことがない人たちが多いわけ、うんうん、ですよね、うんうん、だ初めてそれでのれんをくぐって中を入ってみて、うん、あんなこんな風になってるんだって思ってもらえるのは大事だし、うんうん、そこでまたつながるんだけど、そこでお店が汚かったら入りに来ようとは思わないけど、うん、まあ、ある意味さ、開店前とかだから丸裸な状態なわけじゃない、手つかず汚れもよく見える状態の中で綺麗だなって思ってもらえれば次に繋がるっていうのもあるじゃない。まあなんかね、お互いにとって楽しく、そうですね、でなんかじゃあ最後になんか、まあ今もうちょっと話になってるかもしれないですけど、なんかヤギのようになんかこうしたらいいんじゃないかみたいなのが、え、なんか普通にあれば、どっちかっていうとこうしたらいいんじゃないかっていうよりは結構リクエストに近くて、せっかく阿佐ヶ谷だし、まあ、それこそなんか木曜日みたいなこと冗談で言ってたけど、はい、でもやっぱこう地域に対してのいかに貢献ができるかで言った時に、はい、そのまあ体制を整えて、はい、その朝入れるようにしたりとか、朝え入れる朝風呂、朝風呂なかなかいいですね。いや、すげえすげえグイグイ来るね。何時ですか？え、何時がいいの？え、でも早い方がいいの？私ら飲食系は、まあ飲食全員部そうじゃないけど、ああサンダルは朝方までやって、ああ、なるほどね、4時ぐらいまでだもんね、4時ぐらいまでやって、家に帰るのが遅い日だと6時7時とかになる、うん、それで入れたらいいってことか。それで入れたらスペシャルなんだけどって勝手に妄想 してるんですよ、何回もね、しかもイン小杉で、うん、勝手に。でもそういうのはそういうのでありだよね。でもそれはさ、できる人が増えてくればできる、ね、そういうこともできるわけじゃない、うん、まあ単純に言ったらだって、まあいろいろ体制とかいろいろあるけど、はい、でもその3時半が今小杉の開店で、はい、逆に言うと3時半より前は、はい、お金を生み出してはいないわけじゃない、はい、なるほど。まあもちろんイベントとかができなくなっちゃうみたいなのもあるけど、まあでもやっぱりね、そこを例えば朝やる営業やりたいって人がいれば開ける余地も小杉さんにはあるっていうことですか？
あ、そう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 。ああ、そこをヤギの湯がやらないかということ。ヤギの湯がやらないかっていう。いや、もしかしたらね、でもそれもあるかもしれないし。そうか、そうか、経営っていうか、もうわさに入っていくってことですね、それは。今その。ああ、なるほど。マニュアルを作ったりとか、はい、もっとバンダイこういう風にしていこうみたいなのも作ってる中で。それすごいね、本当に。むしろ一緒にそこを。なんかこれだけ興味持ってくれてるので、極端なしバンダイのどっかの2時間ぐらいをヤギの誘惑みたいにして、やりたい。私マジでバンダイ立ちたい。でもその枠はだから将来ある銭湯ヤギの湯として、その時間ヤギの湯ですみたいなことやりたいねみたいなのもあったんですよ。そんなさせてもらっていいのかなっていうのもあったからさ、うん、でもさせてもらえるならね、なんかやりたいって人いっぱいいそ そういいのかな。にでもそうすると関わってくれる人そのまた増えるし、うん、やばいな。まあいきなりそうじゃなくても、ね、例えば土日とかで開店前の準備とか、うん、そうですね、うん、まずはだって知らないとさ、うん、中のことを、うん、ボランティアでもいいんで、うん、ですよね、日曜日ヤギの湯もあのやらせてもらえないですかって言って、そうお掃除をね、お掃除とかね、確かに。じゃあ一回ちょっとやろうよ、今度お杉湯、まあその研修じゃないけどボランティアで一回中やらせてもらうみたいな、やらせてもらうとすごいありがたいですね。そうするとそのせっかくこうやって好きで言ってくれるので、まあ普段感じられないことも感じられるじゃない、一緒に。だからあれがね、職場体験でみたいなの絡ますわね。あとはほらみんなが持っている経験とかもあるので、はい、逆に教えてもらえることもあるし、あるかな。いや、あるあるある。普段弁護士としてやってる。いや、確かに。書類法、ね、法的に、ね、法務的なとことか、法務チェックを。ギリギリ怪しいところ、怪しいところ、なんかギリギリまで攻めれますよね。ここは大丈夫だよっていう。役所あんのかこれ。グレーゾーン攻めれますから。でもそうやってなんかその関わってもらえると、まあ、地元だし、うん、そう隣の、ね、町で近いですからね。なんかいきなりイベントやるってなるとハードル高くなっちゃうけど、うん、そうですね、まずそういうところから、まあ、そういうところからコミュニケーション取ってもらって、逆にこすぎゅうの事情も知ってもらえると、はい、そのやりやすいじゃない。はい、ちょっとそれすごい、ね、やばいねこれ。いい話だったそこまで言っていただけるとは思わなかったです。何だった思わなかったです。もう嬉しすぎて舌が回らないし、割と噛みがちだからね。思わなかったのね。そう、じゃあそんなとこから、いつものあれ聞いてないけど、なんだっけ、最近言ったセット、最近言ったセット、それ最後こういうグダグダ感もやけてるじゃないですか。ヤマさん銭湯他行かれるんですか。最近言った銭湯ってか、そのね、行かないんだよね。あ、やっぱその中に入りすぎちゃう。そうかな。お杉入られてるんですよね。入ってる入ってる、はい、そっちは入ってる。2回ぐらい入る。2回、極楽。でも円谷さんなんかはもう好きすぎて、もう他で外で入ってから小杉をもう一回入るみたいなことを言ってますけど、そこまではじゃあ、あ、でもなんかその勉強のために行ったりはあされてるんですね。ちょこちょこしているし、 吉野湯っていう、 あれ湯屋和心、あ、そう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 、すごいですよね。で、吉野湯さんは今その、まあ、店長というか、なんていうのかな、経営をしている人が小杉湯で7年ぐらい働いてた人なんです、うん、あ、そうなんですか、つながりあったんだ、が今主体となって小杉湯で修行して、はい、今吉野湯でやってるのね、うん、なるほど。身内ではない人がっていうことなんですか。そうそうそう、オーナーさんからその借りるっていうか、その家賃、そうなんですね、賃料を払って納める形で。そうだ、日野さんも最初そうする。あ、そうそうだ、気楽湯と同じパターンで。そうだ、あそこ結構バイトの子、若い子が多いですよね。でやっていて、まあ、なのでそういうのもあって知っている人だから、あ、入りにつながりがあった吉野さんとの、連れてくっていう。あと吉野家の近くにあの公園があって、あ、全部違う公園ですかね、うん、ちょうどいい距離で自転車で行って、うん、あ、そうそうそう、交通公園っていう、あ、わかります、あの電車置いてある、あるよね、あるあるある、うん、信号があるとこです。そう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 、私地元阿佐ヶ谷なんで、あのよく行ってました。あそこいいよね。信号無視初めてしたところ、自転車の練習させてあそこいい、
帰りに吉野家に行くっていうのはいいですいいです、すごく良くて、ちょっと駅から遠いけどいいですよね、うん、なんかさ、そういう風にさ、そのいろんなこうライフスタイルというかいろんなシーンに紐づくといいよね、うんうんうん、確かに街をねこう活気づける一つのね、ちなみにちょっと最後一つだけ、あの僕たちやっぱ阿佐ヶ谷でやってるんで、はいはいはい、一応考えてるのは阿佐ヶ谷の駅前にあるのは玉の湯さんと天徳仙さん、うんうんうん、駅近にね、なんですよ、でこの間で今玉の湯さんって土日しか営業してないですよ、ね、でなんでなんだろうってことをこの間おしずと気に入ったんですよ、そうそう、これは別にオフレコで全然いいんですけど、でそしたらやっぱあそこのお父さんが今体悪くされているらしくて、で今お母さんが僕たち喋ったんですけど、なんか、まあ、それで今入院されててどうするかって言ってるんですけど、息子さんがいらっしゃるみたいで、その息子は俺継ぐよって言ってるらしいんですよ、でもそのご両親的には継がせてもいいのかと、今超多いんだよねそのパターンですよね、なんかだからそういう話とかを聞いて、それで今八木の湯としては亡くなってるのはすごい寂しいし、そう周りにも多いんですよ、やっぱ好きだってその2つの銭湯が大好きだって言ってる、うん、特に玉の湯さんもそうだけど、大好きだって言ってる人が多いから亡くなるんじゃない、署名でもすればさあ、そうですね、でも署名どうかな、あでもいいですよね、なんかもうお母さん的にはもうなんか僕たち銭湯盛り上げたいんですよっていう感じで最初は言ったんですけど、なんか盛り上がってる銭湯みたいな、なんかすごいマイナスから入ってたよね、まあでもいきなりさどこの馬の骨かもわからない、まあまあ最初もわかんないからさ盛り上げたいですよねみたいなちょっと仮乗り言っちゃったらみたいな感じで来てもまあなんやねんってなるの、でもそれまあね、そのまあ、万代の前で難しいところだとは思います、家族の事情なので、その外から入ってもっていうのはそのわかんないけど俺も事情は、うんうん、でも家族にとって続けることが家族の幸せかどうかわからないじゃない、そうですね、そのね、でそれはやっぱり家族の中の事情もあるので、そうだと思います、その署名とかは言ったけど、うん、多分あんまり良くなくて、なんか強制するべきものじゃないそうですよね、強制は苦しんでほしくはないから、うん、その人たち、だけどなんか寄り添ってくれる人がいるとか、うん、いつも入りに来てくれる人が、そうですね、気にかけてくれるとか、うん、地元だし、うん、息子さんと何かのきっかけで飲みに行ってみるとか、そうですね、だからまずはそういうところからちょっと話をね、うん、聞きたいなと思ってます、私がなりのやり方で、そう、そのまあ何でもそうだけど、うん、それぞれの事情があるので、うん、なんかその続けるという続けてほしいみたいなところを押し付けないに出すというよりかは、なんか自分が好きな銭湯でそこでつながった人と仲良くなるみたいな、そうですね、寄り添うような一歩ずつ、確かにっていうのはいいんじゃない、それもいいアドバイス、でもそれってすごいさ、なんか銭湯を経営する側もお客さんにとってもそもそもすごい大事じゃん、なんかそのこういうみたいにお客さんとつながって旅行に行くみたいなのは、そのお互いにとってすごくいいことなわけじゃない、うんうんうん、阿佐ヶ谷ってそういう雰囲気もあるわけだから、うん、はい、そういう感じがいいんじゃない、あの梨園の話じゃないけど100個あるものを1個ずつみたいな、ちっちゃいとこからみたいな、でも少なくともその、家業の身としてなんていうのかな、だから自分の親ももう難しいって思っちゃってるわけじゃん、はい、今のケースでいくと、まあそうですね、っていう中で外に自分の思いが分かってくれるとか、うん、話を聞いてくれるとか、うん、なんかこう応援してくれる人がいるっていうのはめちゃくちゃ心強いので、うんうん、まあそういう存在になってくれるといいよね、ありがとうございます、うん、じゃあ見えてきたね、見えてきたね、一つ方向性がヤギの湯ね、じゃあちょっともう時間なんで、はい、そろそろじゃあ本当に今日はいえいえありがとうございました、はい、一応最後にじゃあ僕は皆さん良い銭湯ライフをって言ったら、はい、ハブアグッド銭湯で終わるんで、はい OK です、はい、じゃあよろしいですか、じゃあ今日は高円寺小杉湯の平松さんに来ていただいて、あとね原くんにも来ていただいて本当にどうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、それでは最後に指名で、はい、皆さん良い銭湯ライフを、ハブアグッド銭湯、ありがとうございます、またねー、また来てください
ヤギの湯。